どうも皆さんこんにちは、はるにゃんでございます。はい、今回はですね、先週末にもう久しぶりにね、コスメを、はい、いろいろ買ったので、その買ったコスメちゃんたちをご紹介していきたいと思います。今回は、ドラッグストアと、あと、ローズマリカ、買ったもの、すごい気になってたね、アイシャドウゲットできたので、お見せしていきたいと思います。はい。じゃあですね、まず最初ローズマリーで買ってきたものをご紹介します。で、これ、まだ開けてないの。だから今、動画でね、開封していきたいと思います。これ、このパレット超気になってた。これエスポアリアルアイパレットアイシャドウピーチライクってやつ。エスポアって韓国コスメなんですよね。はい。ちょっと前から知っていて、で、やっぱ結構いろいろ評価とか見るとすごくね、発色が良くて、あとラメがすごい綺麗だっていうことで、気になってました。で、はい。私が買ったこのピーチライクっていうのはこんな感じの色になってます。もう見るからに私好みっぽいでしょ。オレンジ大好きだからね。今ちょっと開封したんですけど、これ開かないな、これ。怖いなってます。うわ、やっぱ超綺麗じゃない。はい。今さ、なんかその、ね、私 K-POP 大好きだけどさ、前と比べると、ほんとこういう、なんていうのかな、そういう TWICE とかさ、K-POP アイドルさんたちって、こういうオレンジ系だったりとかさ、なんていうの、こう、ブラウンでもやっぱりどちらかというと赤みっぽい感じとか、そういう色使ってて、こうティントとかつけてるメイクとか多いですよね。で、私もなんかそういう、オレンジ取り入れたメイクね、すごく大好きなので、これでちょっとね、はい、この夏ちょっとオレンジメイクとかしたいなっていうふうに思います。まあ、オレンジですけど、まあね、その名の通りピーチ寄りなんですけど、で、発色の方もね、なんかほら見て、文字がついてるからちょっとね、もったいないなっていう気もするんだけどさ。こんな感じで、はい、発色良さそうです。黒とかも、あ、いいですね。はい、触った感じ結構サラッとしてますね。はい、しっとりはしてない感じ。これパウダーの方は結構サラッとしてる感じですね。で、あ、つくほらほら、こんな感じで、やっちゃったけど、で、このね、ラメこれやばいね、これね。あ、赤めっちゃ綺麗。あ、やばいね、これね。はい、まあ、ちょっと今ね、なんかあんまりつかない感じがして、いや、私の手が乾燥してるからなんだろうけど、もうちょっとつけてみよう。あ、結構ね、やっぱパウダーはしっとりしてる感じだから、涙袋とかこの、はい、黒目の下とかにつけたらすっごいキラキラキラってしそう。でまぶたとかにつけてもね、はい、良さそうな感じがします。こっちのちょっとね、もうさらにオレンジっぽい感じも綺麗ですね。あ、いい感じじゃない、合うかな。ちょっと待って、アップでしょうか。よいしょ。こんな感じ？いい感じ。ちょっと目のブラウンとかも綺麗だし、ちょっとこうパウダー系の色も綺麗だし、ちょっとねブロンザーカラーっぽい色とかも、はい。発色はね、全然問題なさそうですね。で、ちゃんとアイシャドウベース塗ってあげれば、しっかり、はい、発色も長持ちしそうな感じがします。でですね、まあなんか、一応私そのローズマリーで買ったんですけど、その後なんかネットとかでいろいろ見たら、なんか Q10 とかでも結構売ってて、2940円とか楽天でもやっぱそうそう3000円ぐらいとかで売ってたりしたりもしたので、もしなんかね、どっかお店行って見つからないとかっていう場合があったら、ちょっとネットも見てみるといいと思います。はい。まあ、そのローズマリーの特典だったんだけど、これ3000円以上このエスポアの商品を買うとね、そう、ポーチプレゼントとかつってね、ポーチをね、もらっちゃった。嬉しかった。そう、あ、結構いい感じ。キラキラの、はい、こんなポーチがついてきました。あ、すごいすごい。ほら。しっかりね、こういうの、ね、丸いこういうものだとね、はい、アイシャドウとかね、ファンデーションとか入れられやすいですね。ほんと、粉飛びしないように気をつけないといけないけど。あ、いいじゃん、いい感じ。綺麗ですね。はい。これはちょっと良かったです。じゃあ、エスポアね、ちょっと、リップとかもさ、超気になってるんだけどさ、また買ったら教えますね。はい。で、ローズマリーで買ったもの二つ目。はい、これ、ミシャの、なんだっけ、グリッタープリズムシャドウの GOR01 番ですね。なんかね、マンゴーの絵が描いてあった。マンゴーカラーみたいな感じ。でも夏にぴったりって感じですね。で、このミシャのこのグリッターシャドウは、ちょっと前にブラウン系買って多分紹介したんですけど、
めちゃくちゃなんかもうラメ感が本当になんかありえないぐらい素晴らしくて、まあ、もう本当なんかクリームアイシャドウってこのそのグリッターを塗るだけでももう本当瞬きするたびキラキラキラみたいな、すっごい可愛いと思って、まあ、まさになんかちょっと K-POP アイドルちゃんみたいな感じな輝きみたいな感じ。だ普通になんかそのアイシャドウあのブラウンとかじゃなくてもなんかそうそうシンプルにしてもここだけキラキラってしてしてもポイントになって可愛いし、もう一つあったら超ハマって使ってたぐらい大好きなアイシャドウだったんですよ。なのでこの新色のはいなんか夏カラーが出たってことだったんで、はい買っちゃいました。こんな感じの色ですね、はい、見えるかな、ちょっと待って、こんな感じですね。わお、めっちゃオレンジって感じで、なんかいろんな色がね、はい、合わさっている感じで、ちょっとこのいろんな色が合わさっていることでこうあのキラキラ感が出るのかなって感じです。でちょっと指でこうやった感じ、おお、めっちゃマンゴーちょっとこう赤みオレンジみたいな感じになってますね。こんな感じのラメ感になってますね、はい、まさにサマーですね。もう夏の夕日のような、はい、いやいいね、大好きですこういう色、はいそんな感じになってます、はい、なのでね他にもこう夏の新色みたいのがあって欲しいのめっちゃあったんだけど、まあ、とりあえずオレンジ、うん、やっぱオレンジがいいなって惹かれちゃって、はいこの色にしました。はい、そしてお次がですね、これ20% オフだから買ったんだけどね、このね、エリプスっていうのか、エリプスのなんていうのかな、ヘアトリートメント、洗い流さないヘアトリートメントですね。こういう、なんか、こういうなんかカプセル型になってチューッと出してね、馴染ませて、乾かすやつとか、私結構大好きで、このシリーズはよくいろんな色なのがあるんだけど、買ってみたんだけど、今回乾燥パサパサ髪にローズ&若葉の香りを買ってみました。で、ちなみにこれ、300、円ぐらいだったのが、はい、20% オフということで、はい、本当にね、こんなちっちゃいね、カプセルで、本当にこんなんで髪の毛しっとりするの、ちょっとしかないじゃんっていう風に思うかもしれないんだけど、まあ、さすがにちょっとで、私結構長かった時は、やっぱ2つぐらい使っちゃったりもしたんで、しっかりやっぱり、しっとりさせたいっていう時は、でも今ぐらいの長さだったらもう、1個でもね、もう十分なぐらい、はい、タオルドライした後つけて、やるだけでもすごいしっとり、で、朝までちゃんとしっとりしてる感じなの。で、結構香りもいいしね、いろんな黒とか緑とか黄色とかいろんなのがあるんだけど、髪のタイプによってもね、色が違ったりするんだけど、どれも結構、そう、枝毛とかね、カラーリングした後の髪とかも使ったけど、ほんと良かったですね。総合的にだいたい全部良かったので、これ大きいのがね、あるらしいんだけど、そう、いつもなんか、これしか見かけなくてさ、そう、これも安かったんで、買ってみたのと良かったんで、超おすすめなんで、はい、買いました。はい、なんでこれね、エリプスってやつ、はい、ぜひぜひお試しください。はい、そしてお次がですね、まあこれも私超お気に入りで何回か紹介してますけど、安かったー、はい、数量限定お試し価格でね、この1200円が1000円だったっていうね、ベイベリーのジェルインクマスカラのブラックですね。私もこのブラウンをね、もう何度か動画でも超いいよ、最高だよっていう風にね、紹介していたと思うんですけど、はい、ということで開けちゃうね、開封しちゃうね。はい。ほんとこれ大好き。はい。はい。でもとにかくね、まず最初びっくりしたのがブラシの大きさですね。はい。もう全体的にね、この大きいブラシがこう、めっちゃまつげにまんべんなく塗れるし、だかといっても先が細いから、目尻とか目頭とか、あと下まつげとかの小回りがすごい効くのよ。はい。で、プラス、まあ、塗れば塗るほど長くなってね、こう、バサッとしたまつげにもなれるんだけども、ママには嬉しい。はい。お湯で簡単にオフできる。もうちょっとこうね、クレンジングをちょっと撫でるだけでさらっと落ちてくれるので、大好き。もうこれ3本目ですね。もうずっとブラウン使っててたんだけど、1000円だったからさ、ブラックが。ブラック使うのは初めてなんだけど、めっちゃ大好きです。はい、もう最近、マスカラって言ったらこれとケイトぐらいしか使ってないかもしれないっていうぐらいね、めちゃくちゃおすすめなマスカラになってます。はい。パウダーを買いました。チャコットのね、プランツパウダーファンデーション、ナチュラルオークルですね。まあ、チャコットはね、パウダーはもう、そう、黒い蓋のやつとかもう2回ぐらい買ったし、ほんと大好きで、でただ結構、そろそろちょっと、だいぶ前に買ったから買い替えようかなってことで、はい、買い替えで買いました。本当にチャコットは、ちょっと開けないけどね。粒子が細かくて、もうカバー力も結構あるし、ちょっとね、小鼻が、崩れやすい
なって思う時、夏とかね、そうそう時はちょっと多めに少しねやっとくだけでも結構サラッとしてる感じです。はい、で化粧直しにもねぴったりだしね。はい、でちゃんとギュッと締めておけばポーチに入れといても、うん、なんか私漏れることはなかったかなっていう感じです。旅行行った時とかね。はい、なので結構チャコッとはね長く愛用しています。あともう一つはやっぱ無印のパウダーばっかりかな最近は。だチャコッと無印のパウダーで、ちょっと前はベビーパウダーみたいな。そうそう、これ赤ちゃん、次女がほらちっちゃかったからさ、なるべくこう肌にこうピタッとついても安心できるようなと思ったから、そうそう、その時はベビーパウダー使ってたんだけどね。そうそう、最近はそうチャコットですね。で安いしね。でねそしてですね、そうめっちゃ気になってたからそう買っちゃった、リンメルのね、これ新色、アクアリーブーストリップカラーの新色になってますね。なんちゅう色なんだろう。あー008番ですね。はい、こういう時ほんとすぐ落っことする。これのね、去年すっごいもうオレンジを買ったらめちゃくちゃ発色がいいし、ですごい唇潤うし、で結構何気に落ちないし、で気に入っちゃって、よく使ってました。でこれね、なんか見て気づいたんだけどさ、 SPF が25あるから、まあこれから夏とかでもねぴったりだなっていう風に思って感動してます。はい、でお色はまあちょっとブラウンがかって、やはり私の好きな感じの、はい、オレンジになってますね。でこんな感じで塗りやすいね、はい、チップになってます。で色がまあちょっとアイシャドウいっぱい塗っちゃってるけど、まあほんとこんな感じ。そうそうそう、もう見たまま発色なんですよ。まあちょっと手に塗るとね薄いかなっていう感じもするんですけど、塗ってみるとね結構濃くつきます。はい、こんな感じになってますね。はい、でちょっとこうブラウンオレンジの中にもそうなんかゴールドラメが入っているような感じになってますね。はい、そして次がですね、次ちょっと杉薬局で買ってきたものですね。杉薬局の、売ってるコスメですね、買ってきたもの3つご紹介しますね。一つまあちょっとリップなんですけど、またはいこちらのねちょっと変わった、はい、袋に入ったリップになってます。私最初見た時なんだこれと思ったんですけど、やっぱりこれもね韓国コスメみたい。なんて言うんだろう、スティマングっていうのかな、なんて、あ、スティモンっていうんだ、スティモンのリキッドリップになってます。でまあ他にもアイシャドウとかもあったんだけど、やっぱりこういう、はい、色に気に入って、しかもこれね全部アイシャドウも500円だったの。だからあこれなんだろうと思って、でそうリップをね出してみたら、そうそうこんな感じの色でめっちゃドツボで、じゃあ500円だし試しに買ってみようと思ったらすごい良かったんです。で今私ねこれつけてるのがそうなんだけど、まあ、塗った感じはねセミマットな感じですね。マットでこうパサパサする感じはない。別にこう乾燥してパリパリする感じもないし、飲み物とか飲んでも結構色が残っているので、あ500円でこのクオリティなんか素晴らしくないと思って最近使ってますね。まあ、とにかく落ちにくいですね。はい、なのでこれめちゃくちゃ気に入ってます。はい、そして次がですね、これちょっとねお友達に勧められて、はい、買ってみました。まだ使ってないんですけど、アカランのナチュラルクッションピーリングですね。ピーリングになってます。なんか最近になってなんだろうな、小鼻の黒ずみだったりとか、まあ、くすみだったりとか、あとやっぱりなんかこう定期的にピーリングとかやってさ、やっぱ多少しないとやっぱ化粧のりが悪くなったりとか、あとなんつうの、化粧水の浸透が、はい、なんかうまくいってないような感じだったりとかもするし、あとやっぱこういうテカリ、これからのテカリとかの原因でね、そういう小鼻周りってやっぱケアした方がいいかなというふうにやっぱすごく思ったので、そうお友達のおすすめのこのアカランのやつを買ってみました。はい、今日から使ってみるんですけど、でもテスターで使った感じはねすごいなんかここにちょっとやっただけでもすごいボロ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 落ちてめっちゃツルツルになったので期待しています。はい、でアカランっていうと確かなんだっけな、ああいうオールインワンクリームか、結構有名ですよね。評価がすごく良かったし、目元クリームだったかな、それもすごく評価が良かったので、まあピーリングも、はい、お友達の勧めだし良さそうだしってことでね、はい、今日から使ってみたいと思います。もしなんか使って良かったっていう方ね、下にコメントいただけたら超超助かりますし嬉しいです。
はい、そしてお次がですね、さっきもね、はい、エリプスのね、そう、オイルも紹介したんですけど、これも気になってたんで買っちゃいました。はい、アルガンオイルの、ルシードエルのアルガンオイル、リッチオイルってやつですね。はい、これもなんだかんだよくマツキューとかでもいろいろ見かけてたし、あとアットコスメとか見てもやっぱ評価が良かったんでついに買ってしまいました。でこういうオイル系ってやっぱ高いじゃないですか。だいたい2500円とかああいうなんだっけロレアルのやつとかね使ってたんだけど、やっぱ2000円2500円とかするんだけど、もうこれ1000円だったので、プラスまあ限定なんだね、限定 20% 増量でまあ1000円ちょっとだったので、あこれだったら使いたいなというふうに思って買ってみました。あで開封しましたが結構たっぷり入っておりますね。そのトリートメントとかさ子供がいてさめんどくさいなっていう時とかさ、やっぱりサボりがちになってくるとだんだんやっぱりパサついたり広がってきたりとか、そうすごいするので、やっぱりオイルとかでねこまめに、まあその髪の毛洗ってからでも、あと何そうそう毎日のスタイリングとかでもやっぱこういうオイルとかして、ね、髪の毛保湿してあげたいなっていうふうに思ったので、はい、買ってみました。オイルの中ではねプチプラに入りますので、はい、よかったらまたなんかインスタグラムとか、はい、でまたなんか感想言いたいと思います。はい、はい、ということで今回ですね、先週末に久しぶりねローズマリーで、コスメを買ったのと、あと杉薬局でね、買ったコスメちゃんたちをご紹介させていただきました。まだ使ってないものとかもね、あってこれから使うのが楽しみなんですけど、マスカラとかねチャコットとかもうほんとプチプラで超おすすめなので、ぜひぜひ、チェックして使ってみてください。はい、それじゃあまた次の動画で会いましょう。またね、バイニャン。